ください。この後18時からいよいよ花火が打ち上がります。足元の悪い中、ゆっくりで構いません。皆様どうぞ席の方にお戻りください。会場内の皆様、本日は三陸花火競技大会にお越しいただきまして誠にありがとうございます。空はすっかり暗くなりましたね。そして見てください、満月が浮かんでいます。先ほどは二重の綺麗な虹がかかりました。そしてちょっと雨も降ったりね。今日は空はいろんな表情を見せてくれます。さあそしてこの後はいよいよその空に綺麗な花が舞い上がります。三陸花火競技大会まもなくスタートとなります。皆様最後までお楽しみください。ここで来場の皆様にご案内いたします。まもなく開始を予定している花火の鑑賞時にコロナ感染予防の観点から
大きな声は出さないようお願いいたします。また撮影をなさるお客様はフラッシュ撮影はお控えくださいますようお願いいたします。カメラマン席以外のエリアでは撮影するときは立ち上がったりせず、三脚なども周りの人の観覧の妨げにならない高さでご使用いただきますようお願いいたします。自分の席を離れて通路などの観覧は周りの方のご迷惑となりますので、ご遠慮いただきますようお願いいたします。なお花火が打ち上がるときには会場内の照明を消灯させていただきます。会場が暗くなりますので、会場を移動する際は携帯のライトや懐中電灯などで足元を照らしてご移動いただきますようお願いいたします。本日開催予定の競技花火審査方法をご説明させていただきます。会場入り口でお配りしたパンフレット内にあります QR コードを読み込んでいただき、投票サイトへのアクセスをお願いします。サイト内の登録フォームに必要事項を記入いただきますと、登録フォームに記載したメールアドレスに返信が来ますので、返信メール内にあります URL から投票を行っていただければと思います。なお競技大会個人戦ではお客様の好きな花火会社3社をお選びいただきご投票いただきます。そして団体戦はチームに分かれて左側と右側の2カ所から交互に打ち上げを予定しています。この交互に花火が打ち上がりますので、左側が花組、右側が火組、どちらのチームが良いかをお選びいただきご投票ください。それでは間もなく開始となります。ご自身の席に着席いただき、今しばらくお待ちください。会場にお越しの皆さん、そして画面越しに見てくださっている皆さん、こんばんは。大変長らくお待たせいたしました。ただいまより三陸花火競技大会2022を開催いたします。本日の MC を務めさせていただきますのは私、大阪智夫と申します。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。さあ、三陸花火競技大会は東日本太平洋沿岸で唯一となる花火競技大会となります。日本全国から集まった23社の花火会社による競演に投票するのは、会場に集まった皆さんとオンラインで今見てくださっている皆さんです。会場入り口でお配りしましたパンフレットに記載された QR コード、または大会公式サイトのお知らせ部分より投票サイトへのアクセスをお願いします。さて、場内にいらっしゃる皆さんに私からちょっと聞いてみたいことがあるんですが、
声をお出しいただけない状況下にはございますが、携帯のライトをつけていただいて答えていただこうかなと思います。今回この陸前高田で初めて花火を見に来たという方、どうぞライトを振ってみてください。ありがとうございます。結構いらっしゃいますね。今回が2回目だよという人、どのぐらいいらっしゃいます？春にも行ったこの花火大会ですけれども、秋も来ていただきましたか？ありがとうございます。さあ、そして3回目以上すべて見てるなど、3回以上来てるよっていう人、どうぞライトを振ってみてください。おお、いらっしゃいます、いらっしゃいます、ありがとうございます。今後また皆様に来たいと思っていただけるような花火大会になればなと思っております。どうぞ最後までお楽しみください。それでは皆様お待ちかね、2022年三陸花火競技大会の開演です。はじめは第1章ミュージックスター前、1曲目はシークレットとなっておりますが、三陸にまつわる2人のテーマ曲を使用しました。それでは偉大なる花火ショーの開演です。
しょうか。実は第1章は岩手県にゆかりのある大リーガー大谷翔平選手と千葉ロッテマリーンズ佐々木朗希選手が入場曲として使用している曲で、三陸風のお出迎えをさせていただきました。さあ、過去の大会よりパワーアップして帰ってきました三陸花火競技大会、十分に感じていただけていますでしょうか。続く第2章、いよいよ競技部門前半の部となります。今回参加してくださった23社の花火師による競演をご覧いただきます。次の第2章では競技大会個人戦前半エントリーナンバー1番から12番までの花火をご覧いただきます。この花火を審査するのは場内の皆様と今動画をご覧いただいているあなたです。会場入り口でお配りしたパンフレットに記載された QR コードまたは大会公式サイトのお知らせ部分より投票サイトへのアクセスをお願いいたします。サイト内の投稿フォームに必要事項を記入いただきますと登録フォームに記載したメールアドレスに返信ができます。返信メール内にあります URL から投票を行っていただければと思います。あなたが選んだ3社こちらご投票いただきたいと思います。投票は素晴らしいと思った花火会社にぜひご投票ください。なお今回は公正を期すためにあえて会社名や花火の制作者の名前は伏せて打ち上げさせていただきます。花火のテーマだけをお伝えいたします。それでは競技大会個人戦前半の12社をご覧いただきます。三陸の空に明るい光を灯すため全国から熱い思いを持った花火師さんが集まってくださいました。一つ一つの花火をゆっくりお楽しみください。それではまずはじめエントリーナンバー1番です。私の住む町からこの陸前高田市までさまざまな風景を楽しみながら参加させていただきました。その土地ではご当地の花々がたくさんありました。その道のりと花々を花火で表現できればと思います。作品名紅バラと霧の花、それではどうぞ。Fire all.
イクでした。続いてエントリーナンバー3番、皆様の知っている形を花火で表現しました。ぜひお楽しみください。作品名、愛の形。それではどうぞ。
バー7番。ネズミはおだてたら木に登るのでしょうか。ネズミをおだてて見事木に登らせてみせましょう。こうご期待。作品名、ネズミもおだてや木に登る。それではどうぞ。ありがとうございました。エントリー番号7番、作品名、ネズミもおだてには木に登るでした。エントリーナンバー8番、静寂に包まれた夜、聞こえてくるのは風が野山をそよぐ音だけ。やがて星々の明かりに照らされて、おぼろげに浮かび出す黄金色のすすき。晩秋の空には光と音の旋律を。作品名、黄金すすき、星明かりに照らされて。それではどうぞ。続
続いてエントリーナンバー10番、春の代表的な花には早春に咲く梅の花、そして桜の花があります。これらの花をイメージし、春の情景を花火で表現します。作品名パルスレクサ。それではどうぞ。
して自分の好きな花火会社3社にご投票をお願いします。それでは続いてのプログラムに参りましょう。次に披露する第3章は三陸花火定番の最新ヒットソング3曲に乗せたミュージックスター前をご覧いただきます。曲のリズム、曲の内容に合わせて考えた花火プログラムになっています。曲と一緒に楽しんでいただければと思います。さあ、それではご覧いただきましょう。踊る暇があったら発明して歌う暇があったら発明して大分ムキング
2022年にヒットした最新の曲による構成でした。フィナーレのような素晴らしいスペクタクルご覧いただけました。いかがだったでしょうか。さあ続きまして、次の第4章では、第2章でも見ていただいた競技大会個人戦の続きを行います。後半の11社を見ていただきます。皆様どうぞ投票に参加してください。この第4章で競技花火個人戦は終了となります。全部見終わった後にお好きな作品3社ほど投票をお願いします。それでは競技大会個人戦11社を開始いたします。まずはエントリーナンバー13番、日本最古として現在まで語り継がれる物語、竹林に輝く神秘の光が織りなす様を夜空に描きます。今宵三陸竹取物語の始まりです。作品名竹取物語。それではどうぞ。続いてエントリーナンバー14番です。今回の作品は奇跡の花に幸せを運ぶ妖精が飛び交うイメージで、妖精がいつ現れるか圧倒驚くような細工をしました。皆様に一日でも早い復興と幸せの笑顔があふれるよう祈りを込めて送ります。作品名三陸の夜空に花と妖精。それではどうぞ。続きましてエントリーナンバー15番、丸玉、八方咲き、片物、千輪とさまざまな込め方を使用します。星も単色変化星、小さいもの大きいものを使用します。作品名ゆったりたっぷりのんびり。それではどうぞ。
きまして、エントリーナンバー16番、秋の花、彼岸花を立体で制作しました。谷川花火競技大会の夜空にも、彼岸花の咲いている風景を表現します。作品名、彼岸花の咲く頃に。それでは、どうぞ。ありがとうございます。続いてエントリーナンバー17番、過ぎ去った時間や時代を懐かしむ気持ちを表現しました。作品名、ノスタルジー。それではどうぞ。ありがとうございました。続いてエントリーナンバー18番。それでは改めまして、エントリーナンバー18番。和と銀と線香で表現します。世の中の平穏を願って、平穏の輪が広がりますように。この花火が希望の光となればと思います。作品名、平和への祈り、銀と光と。それでは、どうぞ。ありがとうございました。続いてエントリーナンバー19番。花火で表現する輪の形は様々ありますが、今回は輪の数や輪の表現にこだわってみました。いろいろな種類の輪をご覧いただきたいと思います。作品名、輪になって踊ろう。それではどうぞ。
ありがとうございました。続いてエントリーナンバー20番、まだまだ寒さが残る3月、そんな春先に降りしきる雪の中で寒さに負けじと咲き誇る寒椿の花を花火で表現しています。作品名、春節に寒椿の花。それではどうぞ。ありがとうございました。続いてエントリーナンバー22番、迷いながらも戦ってきて戻りつつある明るい未来、そんな世の中に諦めずもっともっと元気に明るくなってほしい、そんな思いを込めてハートの花火を制作しました。明るい未来にスタジアで。作品名、絆玉。ありがとうございました。それでは最後です。エントリーナンバー23番、古都奈良に咲く野花をカラフルな花束にアレンジしました。さまざまな気持ちを込めて贈られる花束、今宵三陸の地に平和と一日も早い復興を記念し、この花束を贈ります。色彩豊かに色づく様子にもご注目ください。作品名、交際万葉花。それではどうぞ。始まりの終わりの狭間で忘れぬ不足した花束を決め
ました。第4章いかがだったでしょうか。これにて競技花火の個人戦は終了となりました。全20作品に改めて大きな拍手をお願いいたします。この第2章と第4章で見ていただいた花火の中から気に入った3作品にご投票をどうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは続く第5章に移ってまいりましょう。若い人に人気のコンテンツに合わせた花火シーンをご覧いただきます。まず大ヒット上映中の映画ワンピースフィルムレッドの中で使用されている曲です。アドさんの新時代に合わせた花火です。それではご覧ください。
ありがとうございました。アドさんの曲もかっこいいですし、それに合わせて花火、本当に心が動き出そうなぐらい乗ってしまいました。さあ続きまして、女性 VTuber グループホロライブさんにご協力いただいたチャイニースマイリーストーリー2022バージョンを使用したミュージックスターマインの特別プログラムを実施します。 VTuber グループホロライブは YouTube で約5000万人以上のファンがいる YouTuber 事務所ホロライブプロダクションに所属する女性タレントとなります。それではご覧いただきましょう。ホロライブ所属のバンドライブ、トキの空です。三陸花火大会にお越しの皆様、配信を見ている皆様、こんばんは。今日は私たちの楽曲シャイニースマイリーストーリー2022に合わせて花火が打ち上がるプログラムをご用意しました。一夜限りのイベント楽しんでもらえるといいな。みんな準備はいい？ホロライブは止まらねえぞ。同じに
ありがとうございました。第5章、さまざまな最新の人気コンテンツに合わせた花火をご覧いただきました。さあ続く第6章に移ってまいりましょう。花火競技大会でもなかなか見ることのない三陸花火競技大会チーム対抗戦を行わせていただきます。事前に抽選して決定したチーム、花組と火組に分かれまして、両チームの代表が大きさの異なる花火を交互に打ち上げます。皆様から見て左側に上がる花火が花組の花火、右側に打ち上がるのが火組の花火となります。チーム対抗戦も先ほどの個人戦と同様投票ができますので、ぜひ皆様ご参加ください。それでは準備が整い次第、左側花組から交互に打ち上げを行わせていただきます。ちょっとだけお待ちください。さあそれでは準備の方が整ったようです。まずは先行花組からです。株式会社マルゴー、4号玉絶輪花、それではどうぞ。先行花組株式会社マルゴー、4号玉絶輪花ご覧いただきました。さあ対するのは火組です。有限会社トモヤ煙火工業で、4号玉キューブ花火の形、それではどうぞ。
ありがとうございました。さあ続いては五号玉対決と参りましょう。先行は花組です。有限会社&煙火店五号玉万華鏡です。それではどうぞ。ありがとうございました。さあ対するのはひぐみです。株式会社北日本花火工業五号玉天空のクジャク。それではどうぞ。ありがとうございました。さあ4号玉5号玉と対決が続きました。続いては7号玉の対決です。先行は花組有限会社菊屋尾形花火店7号玉モノクロームの世界。それではどうぞ。ありがとうございました。続いてひぐみです。有限会社糸井加工です。7号玉春光。それではどうぞ。
ました。さあ続いては10号玉対決2連戦です。まずは花組三栄煙火株式会社10号玉ダイヤモンドダスト、それではどうぞ。さあ続いて日組です。有限会社騎士加工品製造所10号玉空花、それではどうぞ。さあそれでは最後の10号玉対決です。まずは花組株式会社山崎煙火製造所10号玉三重新スライドと昇る極道付き与江新引き裂き銀天滅、それではどうぞ。さあ対するは日組有限会社福山花火工場10号玉ゴエゴエシン高速スライドです。それではどうぞ。以上チーム対抗戦でした。いかがだったでしょうか。チーム花組の花火が良かったのか、後半からやった日組の花火が良かったのか、先ほどのサイトからどうぞご投票ください。ありがとうございました。さあ競技花火大会も終わり、残すところあとわずかとなりました。宮城県にタイヤの生産工場を構え、ここ東北地方にも営業拠点を持つ東洋タイヤ株式会社は、青を灯せというブランドメッセージを掲げています。このメッセージは、人が内に秘めた情熱を静かに高温で燃える青色の炎として見立て、情熱を燃やし挑戦する全ての人々を応援したいという東洋タイヤの思いが込められています。初開催から三陸花火競技大会を応援いただいている東洋タイヤの青一色の花火は、毎年楽しみにしているという来場者の皆様からのお声も多くいただいています。挑戦する人々の情熱を投影した青い炎が皆様の心に届けという思いとともに、今年もミュージックスター前を打ち上げます。それでは参りましょう。東洋タイヤ青を灯せ。
ありがとうございました。手探りで始めた第1回目から支えてくださっている東洋タイヤさんの熱い思いが伝わる花火だったように感じました。さあ続きまして、初音ミクやアニソンをカバーして動画配信などで話題のオタリストあやささんのバイオリンの生演奏に合わせた花火をご覧いただきます。この曲は実行委員会発足時からいつかこの曲に合わせた花火を見てみたいという声があった曲、ダオコさんと米津玄師さんによる打ち上げ花火バイオリンバージョンになります。あやささんにはこたつ席前方で演奏をしていただきます。皆様どうぞ大きな拍手をお願いいたします。お近くの席の方は演奏している姿をご覧になりながらお楽しみいただければと思います。また綾瀬さんにはバイオリンの昆虫に陸前高田奇跡の一本松の木片が用いられている、裏面にはその姿が描かれているつなぎバイオリンで演奏していただきます。生演奏に合わせた花火をそれではご覧ください。Thank you.
ありがとうございました。あやささん、素敵な演奏ありがとうございました。改めて大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。さあ、それでは先ほど行いましたチーム対抗戦の投票の集計が出ました。結果を発表させていただきます。三陸花火競技大会チーム対抗部門の勝者はチーム花火見となりました。おめでとうございます。本当に僅差だったということでございます。どちらも素晴らしい花火でございました。参加いただいた花火師の皆様、どうもありがとうございました。皆様、大きな拍手をお願いいたします。それでは残すところフィナーレのみとなりました。三陸から元気と笑顔を届けたいという思いから、みんなで夢を打ち上げようコンセプトにスタートした三陸花火。そこには三陸を盛り上げたい気持ちのほかに、花火師を含む若手が輝く場になり、花火業界を盛り上げるためにさまざまな挑戦をする場になってほしいという夢が込められています。三陸花火競技大会はこれからも新しいことに挑戦し続けます。そして最後に、三陸花火競技大会から会場に足を運んでくださった方、来たくても来れなくて配信をご覧くださっている方に向けて、アップテンポな洋楽に合わせた三陸流の最高のお見送りに挑戦します。それではご覧ください。We'll be right back.
ました。皆さん、このドアマ三陸流のお見送りはいかがだったでしょうか。ありがとうございます。さあ、今回の大会はオフィシャルスポンサー東洋タイヤ様、ミライトワン様、そして協賛者ハーゲンダッツジャパンさんをはじめ、三陸地域の皆様、そしてたくさんのボランティアの方々など多くの関係者にご協力やご支援をいただき、無事に開催することができました。改めて御礼を申し上げます。ありがとうございました。関わってくださった方の大会への熱い思いを大切にし、関わってくださった方への感謝を忘れずに、来年度以降も三陸花火競技大会を実施していければと思っています。そしてなんといっても今日会場にお越しくださった方々、そして配信を見てくださった方々、皆さん楽しんでいただけましたか。元気な姿で来年もお会いしましょう。楽しみにしております。さあ、そして実はまだ三陸花火競技大会これで終わりではございません。今回も花火の打ち上げ現場からご来場いただいた皆様にお礼のご挨拶ということで、打ち上げ現場から今一生懸命光を放ってくれているのが見えますか。堤防付近ピカピカ光ってる赤と青と、あと今ライトがつきましたね。花見市の皆さんです。せっかくなんで皆さんも携帯で照らしながら花見市の皆さんにエールを送ってください。ありがとうございます。お互いのエール交換、素晴らしい。花見市の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして三陸花火競技大会2022を終了とさせていただきます。皆様ありがとうございました。それでは、これより退場とさせていただきます。皆様、お足元悪い中でございます。ゆっくりとご退場ください。ゆっくりとご退場ください。ここで場内のお客様にご案内です。宮城県の大崎市からお越しの千葉かなさん、千葉かなさんがお待ちということです。千葉のりみさんでしょうか。千葉のりみ様、千葉のりみ様、千葉かな様がメインゲートでお待ちです。千葉のりみ様、千葉かな様がメインゲートでお待ちです。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。お出口付近大変混雑しておりますので、ゆっくりとご退場ください。まだグルメのコーナーもまだ開いておりますので、ゆっくりとご退場ください。そしてファイアーワークス主催の花火大会、11月19日宮城県でも開催予定ということになりました。11月19日宮城県で開催です。詳しくはファイアワークスのホームページをご覧ください。11月19日宮城県での開催も決定いたしました。ありがとうございます。